コポケットモンスター RB 実況プレイのパート2やっていきたいと思います。はい、成果厳選しておきました。うっかり合いになりました。まあ、キモリはやっぱどちらかといえば草タイプの技を、主力で、使っていく、ポケモンになるのは間違いないので、まあ、その草タイプが分類されている特殊攻撃を、特殊攻撃の威力を高めるためにまあ、いくつかね、候補を考えつつ、まあ、覚えても半分以上は、草以外の技はね、結構物理になる可能性も高いなということで、あまり物理攻撃もね、下げたくなかったので、まあ、いくつかタックを割って、その、上げたかったのがまず、特攻か素早さ、上げたくなかったのが物理、っていう感じでね、考えると、また耐久を減らすしかないのかなということで、まあ、防御力が下がるおっとりか、特攻が下がるうっかり屋のどちらかで、考えていて、まあ、今回ね、うっかり屋が出たので、こっちでいきたいと思います。はい。あとね、ちょっとね、いろいろ数値を入力して、データスとかね、データ上で上がりながらやっていければなと思っております。ね、まあ、今回も前回の、金銀の旅の場の時同様に、なるべくタイプかぶりを起こさないっていうのと、まあ、なるべくね 100% かぶさないってのは多分きついと思うんですけどね、まあ、それなり全員がちゃんと役割を持って、戦えるっていう状況、あとはね、いろんなタイプに対応しやすいようにっていうことでね、いろんなタイプのポケモンを編成していけたらなと思います。結構序盤とかはどうしてもね、タイプ被っちゃったりとか、あとはその秘伝要因とかの兼ね合いでね、被っちゃったりとかっていうこともたびたびあると思うんですけどね、まあ、最終的にはそういったところも、なくしていきたいですね。はい。で、まあ、性格もね、なるべく厳選はしていくつもりなんですけど、まあ、最後まで使うことがないポケモンは、まあ、よほどひどい性格じゃなければ、いいかなっていうような印象でね、やっていきたいと思います。この毛虫のクラス捕まえておこうかなと思うんだけど、こいつどっちで進化するかわかんないんだよね。まあ、とりあえず一体捕まえといて、進化先見て、もしかしたらそのね、ね、いやっていう方だったら、もしかしたら、違う方を使うかもしれないし。はい、というわけで、ムースをゲット。どうかな。やんちゃか、物理か。あー、なるほどね。やんちゃってあれだよね、特防が下がって物理が上がるだから、まあどうなのかな。そもそも攻撃力的な話で言うと大したことはないんだけど、まあ序盤だけ使うって考えたら、どっちかっていうと毒ケイルになってもらった方がいい感じだね。まあどっちに進化するかはわからないんで、なんとも言えないけど。でポチエナね、レベル2か。レベルは別にいいんだけどね、育てればいい話だから。とりあえず最初のジムがだいたいレベル15ぐらいのポケモンで来ると思うんでね、それに合わせてね、こちらも育成をしていかないかなと思ってるんで、まあ、じっくりいきましょう。よし、ポチエナもゲット。本来ポチエナっていうと、どちらかといえばね、物理が、上がるポケモンだと思うし、その進化先のグラエナもどちらかというと物理の攻撃種属性の方が高いんだよね。ただね、悪タイプって第3世代だと特殊なのよ。
だから正直物理上げてもしょうがないなっていう印象があるんですけれど、こいつのステッカーどうだ。陽気、あ、悪くないんじゃない。あ、良くないか、特殊下がるわ。良くないわ。しかも特性逃げ足。この時のポチエナってどうなんだっけな。性格、てか特性か。威嚇っていつからあったんだろう。最初からあったのかな。違うか、第4世代で早足が追加されて、多分それが進化してグラエナーで威嚇に、あ、違うか、あ、この逃げ足がそっか進化すると威嚇になるのか。ではまあ威嚇は確定してない。でもさすがにちょっとこの性格のポチエナはあれだな、メインウェポンが使えなくなってる。なんでちょっとポチエナは捕まえ直したいかな。キテムッソもね、どちらかといえばアゲハントを使いたいなって感じもあるんだけど、そうするとねちょっとタイプ被るんすよ。なんでまあとりあえず今手持ちにいるね、ケムッソには毒ケイルにそのまま進化してもらった方が多少メリットはある気がしている。ちょっともうちょっとポケモン捕まえたいな。ボールもね、ボールちょっと変えたそうか。ガンガンね、ポケモン捕まえるんで。あー、薬もちょっと欲しいからな。とりあえず10個ぐらい買って。薬3つぐらい買っとこうか。ポチエナレベル3、回復してよかったな。プレミアボール、この文化がこの辺りから。さてどっちかな。おっとり、あ、おっとり、こうアップだ、悪くない。採用、このこちらの採用です。あとは確かジグザグマもこの近辺出てたよね。あ、こいつに関しては秘伝要因なのでそんなにこだわるつもりはないんですけど、どうかな。多分おいおいね、飛行か草タイプはどうしてもね、秘伝要因とか入れる関係でね、被ると思う。そこはね、勘弁していただきたい。さあ見てみましょう。能天気、防御アップの特防ダウンか。まあ悪くないかな。うん、合格。じゃあ当面これでいきたいと思います。
じゃあね、捕まえといてなんだけども、こっちだよな。うん、こっちだ。これを預ける。この子は逃がします。悪いね。よっしゃー、じゃあ回復して、まあね、ケムッソがどっちに進化するかはもうランダムなのでね、ちょっとどうなってくるかわかんないんだけども、まあ育成しながらね、様子見ておきましょう。そしたら今回はまた話を進めていくわけですが、次はこちらですね。あ、野生のトレーナーっておかしいよで、体勢を求めてくるトレーナーもいますよ。ポケモン連れていればキムリップのポケモントレーナー、僕の挑戦受けるよね。もちろん俺の糧になるがいいさ。じっくり行こうや。ここはどんなポケモンが出てくるんだい？アメ玉か。アメ玉はちょっとかぶるかな。まあ、虫でね。まあ、虫って考えれば、まあ一応は、あれよりは、ケムッソよりかはね、水も技も使えるからいいかもしれんけど、まあ確かどっかのタイミングでね、他のポケモンを場に出してちゃんと点灯させなきゃないや、さすがに出せんねえ。いいで、ケムッソといえど。待って、何人さ、今俺、飴玉出したけどさ、飴玉ここいっぱいじゃね？
なんでファーストコンタクトがそんな確率の低いポケモンが出てくるのよ。他におったやろ。なんならここでマジで捕まえたいって言うやついるわ。一体出ねえかな。絶対いいのいると思うんだよな。無理じゃねえよ。ツバメか。ちょっと不利だね。レベル10に至りましたが、ひなみもしっかり回収しておきます。出ないね。まあね、確率低いからそう簡単に出るわけないんだけど、
できれば最後まで使う、あ、最後まで使うかと言われたらちょっと怪しいけれど、まあここいらでね、得しておきたい感はあるやつがいっぱいいるんですよね。それな、うん、電光石火ナイス。威力どんなもんだったっけな、旗より強いんだっけか。フィークルガンガン使ってっからね、だいぶ減ってきたな。オッケー。ちょっと一旦戻って回復しよう。ちょっとね、粘りたいっすね。あわゆくば。これ出てきてくれれば話は済む。君じゃないね。本当はこっちでね、20%で多分、この草むらで一番確率高いはずだから。ね、本当はこいつを先に見るはずが、1% のアメタモを先に見る。ところで電光石火のこの世代での威力は、あ、40。実質はたくの15かみたいなもんだな。回復させてもらって、出るかな。あー、種棒ね。ダーティングですよ。進化するともキモリともかぶるし、ポチエナともかぶる。なんならポチエナより強いかもしれないけど、さすがにキモリと被っちゃうのはね、良くないな。おめえじゃねえんだよ。めえじゃねえんだよ。出ませんかね。
いらっしゃいませんか。お、これはちょっと収録外で激戦の予感か。4パーとかだからね。なかなかしんどいんですけど。おい、それ5パー。レベル4のポチエナ5パーよ。気がねえ。効果についちまったよ。とりあえずポケ戦で回復して、いっか、ちょっとここら辺で一旦一区切りかな。お父さんと会いに会うって感じだと思うんですけどね。まあ、ちょっとね、収録外で、ポケモン探したいと思います。ではポケットモンスター RB 実況プレイのパート2、最後までご視聴いただき、改めましたっていうのまでお待ちしております。それでは皆さん、また見てくれな。